もう一つ憧れのショップあるじゃないですか。ロブショップ。高い。高く上がってピタッと止まるのは。先ほども言いましたけれども、サンドイッチって14本、まあ、パターンを除いて一番ロフトがあるんで一番上がる要素があるんですよ。ところがゴルファーの多くはボールを上げようとしてクラブロフトを使わずに自分の体でロフトをつけて打とうとしたりするとスクイッチとかいろんなダフリとか多くのミスが出ちゃうんですね。ところが打ち方はもう皆さん一つなんですよ。アプローチってもう上級者の方もそうですけれども皆さん打ち方っていうのは一つでどういう風に構えてもう構えだけなんです。パーツを変えれば高いボールも低いボールで、このツアーウェッジがスピン性能高いわけですから高さのコントロールさえできればスピンもバッチリ効くわけですから今度は上げるパーツちょっとまた一つポイント言いたいと思います。先ほどですね右の三角形とお話をしましたけれどもこの上げるパーツになった時は今度逆ですね。クラブ今このような状態で今58度というロフトがありますけれどもこの状態を開いた形もちろん開くときにも気をつけなければいけないのは手を動かして左に開いてしまっては何の意味もないんでまあこの状態ですね。グリップエンドつまんでこうやって開いてあげてもいいですよ。この状態でいつものグリップを作ってあげる。それとスタンスをもちろん重心を少し下げてあげるね。開いて、まあ、広げてあげなければいけないのもそうですけれどもさっき言った右の三角形説明しましたけれども今度は逆です。左の肩、左の手、クラブヘッドですね。この三角形特に今度意識するのはまた左肩とクラブヘッドですね。これはどうして今度こっち側にしなきゃいけないかっていうと先ほども話したようにロフトですね。ゴルファーの多くの方々ってスイングでロフトをつけようとしますけれども打ち方は基本的に変わらないんです。構えた時に開いた角度を立たせない、開いた角度を保った状態で通常のように打ってあげればボールが上がりやすくなるわけですね。なのでここでは左の肩とクラブヘッドのこの三角形特にここでできる三角形を保った状態で振ればスイング中にずっとクラブロフトが残った形になればボール上がりやすい。なおかつ同じ打ち方をするということはインパクト以降でもフェースにボールがずっと乗り続けているということでボールが上がってスピンも残るということですね。ちょっと打ってみましょうか。この三角形を残した状態ですね。極端にやってみます。試してください。ぜひ皆さんもこの上げる打ち方はですねゴルファーの多くの方々が一番悩みの多いバンカーショット、バンカーショットでもすごく効果が高いですね。っていうのはですね左サイドをしっかりとこう作ってあげることによってこのクラブのバウンス、この後ろの出っ張りが残りやすいんですね。よくゴルファーの多くは砂に入りすぎたりするミスが多いですけれどもこの左側、この上げる打ち方のコツなんかをちょっとバンカーショットにも加えてあげるだけで砂を取りすぎずうまく打てるようになりますからこれもぜひ試してもらいたいです。